感謝の言葉、ありがとうございますとかですね。カムサムニダ、カムサムニダ。で、これをですね、友達とか親しい人に使う場合は、すぐで倒せることとかをですね、激老って言ったり、自分のことも激老って言ったりするんですけれども、これを韓国語ではゲッピゲッピゲッピというそうで、
強いっていう時は上下関係っていうのかな。で、上下込んだとか、上下割った、上下割そう、上下割そう、上下欠皮とか、そういう風に組み合わせることができるんですかね。麦オプソとかって使うんですかね。
足音はバルソリ足音バルソリ かわいい。これはキャラクターとかに対して言いそうですね。倒した。後ろには
そうです。本当にラスト。私の大好きなゲーム Apex 内で使える韓国語を調べてみて、こう出てきてちょっとメモしてきたのは以上となります。間違ってたりするかもしれないので、ご自身でさらに調べていただけると興味がある方はね、いいかなと思います。では皆様、ご視聴いただきありがとうございました。